金子和義は、日本の政治家、元衆議院議員、自由民主党岐阜県支部連合会顧問。衆議院厚生委員長、衆議院を大倉委員長、建設政務次官、内閣府特命担当大臣、地域再生担当大臣、衆議院予算委員長、国土交通大臣、自民党衆議院議員総会長、金融調査会長、住宅土地。 都市政策調査会長等などを歴任した、都立球団高校、慶応義塾大学経済学部経済学科卒業。大学時代は、加藤博在任中、内閣不規制改革担当顧問の下で、ソ連経済論や経済政策論などを学ぶ。慶応大卒業後、日本長期信用銀行に入行した。同銀行を退職後、父、金子一平のもで秘書を務め、 1986年の第38回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で父の地盤を受け継ぐ形で旧岐阜2区から出馬し、初当選。当選後、高知会に入会。もともとは加藤光一の側近であり、2000年に起きた加藤の乱では加藤に同調し、第二次森内閣不信任決議案の採決を欠席。加藤の乱による 高知会の分裂後も弱小化した加藤派に止まっていたが2002年に同派を離脱し堀内派に移った。以降は大高知会構想を推進し分裂した高知会の最終を主張していた。2003年9月第1次小泉第2次改造内閣にて内閣府特命担当大臣として初入閣し合わせて行政改革担当や 構造改革特担当の国務大臣職も兼務した。同年10月、地域再生本部の設置に伴い地域再生担当大臣も追加した。第43回衆議院議員総選挙を経て、第2次小泉内閣が成立すると、再び入閣し、内閣府特命担当大臣に再任された。内閣改造による第2次小泉改造内閣の発足に伴い、 内閣府特命担当大臣を退任した。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、金子と郵政民営化法案の採決で反対票を投じたために公認を得られなかった藤井隆夫が共に岐阜4区で出馬し、接戦の末に藤井を下して金子が岐阜4区で当選する。この選挙では、岐阜県連会長だった小谷刑事も同様に、 無所属での出馬を余儀なくされ、県連会長を辞任したため、金子が公認の県連会長に就任した。2006年10月、衆議院に予算委員長に就任。2008年9月、麻生内閣で国土交通大臣に就任した中山茂明が出現により、在任5日で辞任した。それに伴い空位となった国土交通大臣の公認に選任され、 国土交通大臣林時代理の河村武雄より職務を引き継いだ。大臣在任中、減少傾向が続いていた公共事業関係費が10年ぶりに増額し、当初予算に加え補正予算、予備費等で大幅に上積みした。同年8月の第45回衆議院議員総選挙では岐阜4区で民主党の今井正人を下し、8戦2012年12月の 第46回衆議院議員総選挙において9、選、2014年12月の第47回衆議院議員総選挙において10選、1 2017年10月の第48回衆議院議員総選挙に際して、政界引退を決め、自身の地盤を、長男、金子新平が受け継ぐ形で、自民党公認で、同じ岐阜県第4区から立候補し、当選。 2018年春の叙勲で朝日大受章を受章。ありがとうございます。